空手キングだと観客を納得させたかったら、ヒョウのような敏捷な動きが必要だ。それともチーターかな。どっちでもいい。赤いボートに乗って敵を追いかけろ。でも免許がないよ。それなら乗れる乗り物で追いかけるんだ。さっさとしろ。スポンジボブ、名作にはチェイスシーンが不可欠だ。これは絶対に美味しい。滑り止めペダル、クールな要素満載の一品だ。そうそう、障害物は全部リアルで安全策は講じていないからな。
決まった順番で鳴らさないといけないみたいだよ。あのコンクに空手キックだ。この映画は大事故になると思ってたけど、監督はとことんやってくれたね。あのゼリーのエキストラは演技とは思えないくらい僕を痛めつけてきたよ。うん、僕たち役者は本気の演技をするんだ。で、悪役は誰？うわぁ、チラッと見えたけど野獣だったよ。助けてくれてありがとう、変な形の君。君の仕事はおしゃべりじゃない。本物の空手キングだと観客に知らしめたいなら、目を引くアクロバットを見せてやるんじゃ。さあ、摩天楼の屋上を駆け抜けて宿敵のアジトに突入しろ。エレベーターを使っちゃダメ？